おいでで、おちっこ、はい、はい、おいで、おいでおいで、無邪気だね、みんな。まあいろんなことがあっても、こうやって他の子たちはまた毎日を過ごしていく。まあ俺が日常毎日に戻らなあかんのやろうな。また蓮に暴れてる。面白いな、ビーちゃん。朝雨だったのでね、ちょっと、まあ、ノームの中なんですけど、雨は止んでるので、ちょっと今のうちにお散歩しておきます。この後またやっぱ降ってくるみたいですね。オスカー、そんなむしゃむしゃ食べんねやったお前、だからまあ牛みたいに太ってんちゃうか。ドッグフード食べえな、な。おい、ビーちゃんのお散歩も、済ませたいと思います、もしかしたらね、雨降ってくるかもしれないんでね。というかもう天気が変わりやすくてね。デちゃんに会いに来てくれました。今日の富士山、日向ぶっこやな。洗車中。あんたらあんまり洗車とか体験したことないやんな。まあ何でも何でも経験やな。なんか知らんけど、ええ天気ですな。ほんまに暑い。日差しがじりじり感じるわ。でもこの人たちはね、あの普段あまり犬の匂いを嗅がないのでね、もう楽しんではりますわ、はい、世の中35度だよ。お前こんなソファーがこんな沈んでんの見たことない。ロイヨジの安定のロイヨジと、A ちゃん B ちゃんはナーコちゃんのハウスを借りて、一人、問題児はイエーイ。ロイヨジが狙うのは団子坂どら焼き。お父さん小麦粉の匂いがします。近い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 。ナコちゃんもこれ反応してんだけど。マジでね、破壊してる。出てた出てた。出てた出てた。いや、今戻したけど。破壊し、ほら、破壊して出るんですよ、あいつは。で、でなんだ。今度は楽勝です。すごいね。出ちゃったな。ほらなんかもう部屋に行っちゃった。うそん、早っ。ほーら、A ちゃん、 A ちゃん、ほら、マナーがない人がいる。オスカーは最後ですよ。おじ、A と B はどっちが最期でもいいです。なるほど。夕ごと散歩でございますよ。A ちゃん B ちゃんは、はい、ママが願い。すごい綺麗な夕日だよ。下界は暑いな。うちでは見たことないような下の出方しとる。ちょっと水入れましたけど、でもね、暑いと思います。ねえ、内側ね、足が曲がって、内股で大脚って感じやな。